ション宇宙とビッグバン宇宙論に対して矛盾するものしか出てこなくて、で測定感度を非常に良くしてダークマターやダークエネルギーというのを取ろうとする試みがどんどん続けられている。最先端のデータにおいてもそんだけ感度を上げてもデータ出ないという現状が出てて、もしかすると別のモデル、うん、理論っていうのが成り立つこともあり得るんじゃないかっていう、そうなってくると今度は今までの物理の理論を革命的に変えなきゃいけない、変わるということのきっかけになってしまうという話でして、今までやった研究者の人は一体何をやってたんだということにもなりかねない話が、重力の話で出てて、重力っていうのは僕が高校を卒業してから理系に変えたきっかけでもあり、消しゴムを投げると放物線運動をするっていうのが数学的に記述できて、初期条件を与えてあればその後のものが全部記述できる、そういうのは非常に不思議で、微分方程式というものの力に感銘を受けたと言えばいいのか、魅惑されて理系の方向に進んだわけですけど、重力っていうのはあたかも一定の力が働いてて下向きに働いてるのはこの地球上に住んでるからだけであって、惑星がいくつもあるけども、そいつらの相互間に働く相互作用も同じ重力が働いていると。でさっきの万有力定数っていうのが距離が小さくなると変わってくるっていう話は今後研究されていくんだとは思うんですけども、そういうことを別にすれば近似的に面白いことがどん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 予測できると。もしかすると人々が月よりも向こう側にほとんど行かなくなったのは、アメリカ人の人たちも理論というのを信用してなくて、近似的に理論が成り立つ範囲しか行動させられないということで、有人飛行の長距離っていうのはないんですよね。で月も行ってない。で今度月に行く話が何か出てましたけど、さらにまたで再度月に行くということはちょっとなんか新しい理論がより現実を予測できる、途中の軌道修正とか補正を入れなくても入れないでいけるわけないんですけども、精度いい理論ができたので、また冒険が始まったのかなっていう話もあるかもしれない。そういう意味で言うと お金が今政府にないから借金ばっかりだからといって研究予算を削ると1位になれないっていうのは明らかかもしれません。つまり理論っていうのを重視する哲学っていうのがあったとしたら、そういうものをやっぱり突き詰めたいという欲求が非常に重要で、1位じゃダメで2位じゃなんでダメなんですか、1位でなきゃなんでダメなんですかという政治家的な立場から言うと、まあ2位でも人生ハッピーに生きていけるじゃないかっていう、戦争をわざわざまたするようなことをしなくても、なんでそんなことまでしなきゃいけないかっていうのは一般の人から見ると一理あるように感じて、金のある時になったらやれよと、景気が良くなったら研究しろよっていうのは確かに一理あるんですが、それはまた一位じゃなくて二位でもいいじゃないかというのとは話が別で、今言ってるような話ってのは1位じゃないと意味がないものでもあるし、で1位になろうとして、まあ例えですけども競争ではない部分があるので、1位的なものを求めてやるのが動機なので、で過去の歴史を考えてもそういう動きがないと元気がなくなる可能性が、大きいと、甚大な影響が10年後20年後出てくるんじゃないかと思われると、航空の
手元にも客席にまで持っていって荷物の大きさが規制が入りましたけども、先どうなるかわからないですけども、あれで、あまり地方まで、何なんだっけ、オーケストラさんが遠征しなくなったとしたら、地方の方に文化が広がらなくなって、10年後20年後の若者たちがクラシックや音楽に興味を持たなくなっていくっていう甚大な影響があるかもしれないと。ほんのちょっとのルールの変更が10年後20年後の大きな変化になる、このカオスなので、人間の社会の中における行動の現象というのはカオスを含んでいるとは思われるんで、なんか予算をちょっと変える、企画をちょっと変えるだけで10年後20年後しばらく見ると大きに甚大な影響が出てくる可能性っていうのは、半分はカオス理論とかの奇弁ですけども、半分は懸念であると。で、貧乏人である僕なんかが言ってもしょうがないんですけども、景気が悪いから予算を削るっていうのと、1位は取らなくて2位でもいいから予算を削るっていうのは全然別の議論なので、もう少し哲学思想的にしっかりと議論してくれていればなと思います。で、それはまあ重力に関しての話から思いついたことなんですけども、重力がどういうふうに働いているかなんて普通の人はどうでもいいことなんで、素粒子にもそうですけども、それに比べて中山さんが研究された iPS 細胞とか、野依里さんが研究された RS の分子を分離して合成する不正合成っていうのは、ES 細胞のように人間の肺をそのまま赤ん坊になるかもしれないような価値のあるものを潰して使うものを使わなくても人工に臓器を補う細胞が培養できるものであったりとか、昔、非ケージを産むようになった、サリドマイドというのには R 体と S 体があって、その片方に体の中でなったり、もともと片方のものを摂取すると奇形を誘発すると、それが最初から奇形にはならないようなものを、人体には影響ない動物実験とかいろんな実験で影響のない方を選択的に合成できて、いい薬が使える薬ができる、副作用のないできる薬ができるようにしたものとか、そういった2種類の化学や生物学における生命科学における貢献というのを見ると、そちらの方は、ずっと身近なので、予算を削られちゃ困るだろうというのはもうひしひしと思うと。そういう比較理論になってくると、研究予算一般を取れる人は今物理よりも生物や科学の人の方が発言力があって、彼らに任した方がいいかなと。ノーベル物理学賞昨年取ったことによって、影響はあったかもしれないけども、文化的な名誉というよりも実利的なものを重視しなきゃいけない時代だっていう議論にしていくならば、物理というのは今ちょっと文化的には非常に革命的な時代に近づいている可能性もあり、非常に貴重で重要なんですけども、実利的にはもっと別のものにお金とエネルギーを注がなきゃいけない部分があると。しかもインフレーション理論とかができた時の時代、学者さんたちはお金がなくて、理論の方を選択し、金のない少ない予算の中で成果を出しましたということを考えると、お金があれば宇宙論の新しい理論やニュートンの物理学、アインシュタインの反相対性理論を超えるような新しい宇宙に対する考え方、モデルができることは可能であると、お金をかけなくてもというふうに思ったりもするので、そんなコンピューターが勝手に